はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはね、こちら、バーン。はい、出ました、デスクトップハンター2。これはね、デスキューっていうシリーズで、まあデスクトップフィギュアっていうんですかね。はい、まあそのあれはね、ここにラインナップあるんですけれども、だいたいスマホ置きとかアクセサリー入れとか小物入れとかね、そういうものをね、飾ったり入れたりできるフィギュアですね。はい、でラインナップ、はい、ゴン、キルア、でクロロ、信長、雫、フェイタン、はい、このまあ要はアニメのね、幻影旅団編の時のやつですね。はい、でね、キルアとゴンが捕まって脱出するところの場面ですね。はい、でこれはね、まあ全6種なんですけれども、ここに書いてある通り、このシールが付いている箱は大人買いで全種類のアイテムが揃いますと書いてあります。なのでこれもうすでにコンプ状態です。はい、いやこれね、まあハンターハンターじゃなくてもね、結構できんですよね、別のキャラクターシリーズでも見てると。はい、なのでね、ちょっとこちらは、まあ、自分の好きなね、ハンターハンターということもあったしね、買わせていただきました。まあソート順っていうのかな、入ってる順番を確認するためにね、うん、今回はこれを開封していこうと思います。では早速ね、箱を開けましょう。はい、じゃん、ということでね、一応箱から出しました。これは一応並び順になってますね、手前から。はい、まあ箱を見るとね、こういう感じですね。はい、ゴンとキルアがスマホスタンドで、クロロがペン置きですね。で、フェイタンがカードスタンドで、雫がアクセサリースタンドと。で、信長がクリップ置き。はい、という感じですね。うん。まあ、今回ね、まあ、ハンターハンターで一番の推しはキルアなんですけれども、まあ、クロロもいいよね。うん。であと、雫もいいんだよね。うん、私的にね。はい。で、これね、まあ、発行を見ればわかるんですが、こうね、ゴンとキルアを合わせるとなんとね、タブレットが置けるっていうね。連結することで iPad とかね、そういうタブレットを置けるぐらいの大きさになるっていうことですね。はい。なので、この二人はね、ぜひ揃えたい感じですよね。はい。では早速ね、左から行きますか。じゃあまずこの手前のね、左の手前から開けていきましょう。はい、では手前の1個目からいきます。せーの、あ、これは、あ、ゴンですね。はい、ゴン、ゴンのスマホスタンド。はい、まあ一応ね、組み立ては最後に一気にお見せしますんでね、とりあえず箱だけ開けさせていただきます。2個目、はい、左手前から2個目。はい、いきます、2個目。せーの、あ、キルアですね。あれ、なんか入ってる順としては、なんか普通に 1,2,3,4,5,6 って入ってそうな気がする。いや、そのまんまかもしれないね、これね。並び順。番号順かもしれない。左から。じゃあ3個目。はい、3個目。これがね、ほんと並び順だったら番号順でね。そしたらこれはクロロなんですよね。はい。せーの。あ、ですね。あ、もうこれで、ほぼほぼ確定しましたね。
番号順に左からなってる感じですね。はい、はい、4つ目もう右の手前からいきますね。はい、折り返して右の手前から4つ目。これね、もうすでにね、明らかに異質なんですよ。はい、なぜかっつったらね、中がブリスターになってるんですよ。ブリスターか、フェイタンブリスターなんだね。4番フェイタンブリスターで入ってます。はい、せーの、合ってない。あ、がっつり入ってる。台座が飛びましたね。はい、フェイタン普通にブリスターで入ってましたね。で、台座が別個でこんな感じで入ってた感じですね。はい、はい、5個目すでにね、あのビニールに戻ってますね。ブリスターはフェイタンだけかもしれないな。いきます、雫、せーの、はい、雫ですね。はい、キュロちゃん、はい、はい、ラストは信長、せーの、はい、フェイタンだけなんかブリスターに入って特別感ありますね。フェイタン結構人気ありますからね。うん、はい、組み立て終わりました。ではね、早速ゴンからいきますか。はい、ゴンのスマホスタンド、こちら。はい、いや、いいですね。ちっちゃいけれどもよくできてます。ディフォルメ化したゴン、もうね、壁を蹴破っているところ、いいですね。はい、でスマホスタンドなんで、ここにスマホをかませると、まあ、ちょっと置いてみますか。この通りね、スマホを置くことができます。全然余裕ですね。びくともしない、うん、結構頑丈に固定されてる感じですね。いや、これ結構使えます。はい、はい、続いてキルアスマホスタンド、こちら。いいですね、キルアもいい。はい、まあね、このキルアに関しては向きとかは変えられますからね。はい、うん、まあこれも同じで、ゴンと同じようにスマホを立てられるっていう感じですね。はい、でこの2人に関しては、ここのね、ギザギザ、ここがね、あの噛み合うんですよ、こんな感じで。はい、でスマホを置けると、スマホじゃない、タブレットを置けると、はい、こんな感じで。今ちょっとね、タブレットの方がね、手元にないんで、置くところをね、お見せできないんですが、まあ大体ね、想像つきますよね。はい。はい、続いてね、クロロ。はい、クロロのペンスタンド、こちら。いや、いいですね、これも出来がいいな。うん、このね、未来を表現するね、この念能力、これがね、クリアパーツで成形されてるんでね、結構よくできてますよ。うん、でここのね、前のこの木箱にペンが立てられるということですね。まあちょっとペンをね、立ててみますか。ペンをね、用意しました。はい、こんな感じでね、ペンを立てて、このね、この予言するこの念能力、これがね、一応手で支えてるんですよ。はい、まあ、ちょっと見づらいんですがね、こう手で支えてるんですよ。それが結構かわいいですね。はい、はい、続いてはね、フェイタンのカードスタンド、はい、こちら。
や、これもねフェイタによく再現されてるんですけれどもね、いかんせん片足でダブ穴に入れてるんでちょっと緩いんですよね、うん、ちょっとパーツがねところどころ緩かったりします。まあ、カードスタンドとしての機能をね見てみましょうか。はい、こんな感じでねカードは立てられますね。はい、なんでね場違いなねキングダムハーツなんだっていう話なんですけれどもね、ちょっとハンターハンターのカードがねちょっと手元にね今なかったんでちょっと大概で立たせましたがね、こんな感じでカードは立てられます。はい、はい、続いてはね、アクセサリースタンドにもなる雫、こちら。はい、どうですか、めっちゃよくできてる感じはしますけれども、雫に関してはでレンズもねちょクリアパーツでちゃんとはめ込まれてます。でこのねデメちゃんのこの感じもねすっごい再現されてる。でこの吸い込むね感じで、この吸い込むエフェクトにここにねアクセサリーをつけられるということですね。はい、うん、しずくはいいね、ちゃんとここにねお腹のところにね8番の番号が入ってますね。かわいい雫。はい、はい、ではね最後信長のクリップ入れ、はい、こちら。はい、信長もねよく再現されてますね、この顔似てるわ。でこのね円を使っているエフェクト、これがねお皿代わりになっている感じ。この中にねクリップをいっぱい入れるといいと思います。はい、信長といった感じでね、今回はねハンターハンターのデスクトップフィギュア、こちらをご紹介させていただきましたがね、皆さんもぜひね見かけたら購入してみてはいかがでしょうか。一応ね自分のね最初のアソートの通り入っていれば順番通りになってると思います。 1,2,3,4,5,6 と、はい、ではね最後は回転台座に乗せてねお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。解き放てば愚かな僕の積み重なる